西本茂と申します現在京北大学において東アジアの木簡の研究を行っております専門は品木を中心とした韓国古代史で主に木簡、石碑などを扱って研究しております本日は古代日本と韓国の文字文化東国の石碑を中心にというタイトルで講演をしていきます本日の講演の内容です 文字文化の伝播と論語木簡、石碑の形状、石碑の内容という順番で講演を進めていきます、えー、古代日本の文化は韓国から多くの影響を受けています文字文化についてもその例外ではありませんそのことをよく象徴するのが韓国でもよく知られておりますワニです 古事記の内容によりますと和には日本に百済から日本に派遣されて論語10巻千字紋1巻をもたらしたというふうな記録が残っております。<laughs> このことを証明するかのように日本ではこの論語あるいは千字紋を練習した木簡というのが大変多く見つかっております。 ここにお見せしているのはごくわずかなものですけれども、右側に、これが千字紋の冒頭部分を書いたものです。天、地、元、王、宇、宙、高、公,公という千字紋を書いたものです。この木簡も千字紋という文字が見られます。左側はこれは論語です。 方詞という文字ですとか、えー、まあこれは論語というものが書かれておりますあるいは、えー、論語のまあ、部分的にですね、書いたようなものが残っておりますでこのように数多く論語あるいは線字文が練習されている文字の練習をされているんですがなぜこういうものが書かれていたかというと やはりワニが日本に論語と千字文を持ってきたつまり論語や千字文というのが文字文化、漢字文化を代表するものだという意識があったからこれだけ数多くの練習を行っているんだというふうに考えられます韓国ではこれまで3点の論語木観が出土しております韓国ではこのような点石、本を書いたものは論語だけが見つかっております 三、えー、点は陳泉・京王三条・金海・法王道・府与・総北里で見つかっております興味深いことにこれらの論語目観はすべて棒状の目観ですでこれそれぞれ一つの目観で四つの面あるいは五つの面に論語が書かれています 一般的な木管というのは板状の木管ですのでこのような棒状の木管を使っているというのは非常に特殊な木管ですなぜこのような木管を使ったかについては論語を覚えるためであるとか何らかの象徴的な意味があって掲示をするためであったなどさまざまな見解があります私は石典など儒教の儀礼で使われた可能性を想定しています いずれにせよ、このような論語木簡は中国では見つかっておりません。このような棒状のものに論語を書くというのは韓国独自のものと言えます。そして、この棒状の木簡が日本でも見つかっております。それも論語あるいは戦時文を書いたものが発見されています。でこれ左側は論語の一部が書かれているもの。右側は 文字よく見えませんけども、千字文が書かれたものです。で、このような、えー、棒状の木簡に論語を書く、千字文を書くという方法は、韓国から日本に伝わったものであるというふうに考えています。先ほど述べたようなワニの話というのは、まあ、中は伝説,的伝説的なものではありますけれども、古代、韓国から日本に漢字文化が伝わったこと、 その漢字文化において論語あるいは千字文が非常に大きな役割を持っていたということは言えるかと思います。本日の講演ではそのような文字文化の一つの例として日本の東国で発見された石碑が韓国ですね古代の韓国特に新羅の影響を受けているということについてお話をしたいと思います。本題に 入る前に、お、えー、およその石碑について見ていきますが、韓国の古代で最も有名な石碑は、高句麗の高海道碑、えー、かと思います。414年に建てられた、まあ、はっきり年代のわかるものでは、えー、古代朝鮮では最古の石碑でもあります。で高句麗の石碑はその他、中州で発見された高句麗碑、また、 10年ほど前に新たに発見された終案これですね周安碑がありますこの中秋碑周安碑は年代がはっきり分かっていませんけどもおおよそ公開同碑と同じ5世紀くらいの石碑と考えられておりますで石碑文化がですね高釣の影響を受けて白碑においても数多くの石碑が作られております で特に6世紀には2009年に発見された501年に建立された歩行中定履碑から591年に建立された慶州南山新城碑まで6世紀の100年間だけで新羅、えー、では数十点もの石碑が発見されております。でまた統一以降においても数多くの仏教関係の石碑が作られています。何十点もの、えー、仏教関係の石碑が作られております。 でこのように、高句里、白木では非常にこう石碑文化が発達するえ、活発に石碑が作られております。で一方、九だらでは、実はほとんど石碑が見つかっておりません。えー、で木簡などは、あるいは仏教関係の金石文などがお寺から数多く見つかっておりますが、古代の韓国では、九だらだけが石碑が残っていないというのは一つの特徴かと思います。<laughs> で実は古代日本においてもこの百済と同じようにあまり石碑文化というのは活発ではありません。でこれがこの表がですね古代日本で見つかっている石碑の全てです。現在残っているのはこのナンバーワンからのこの18点だけが残っている11世紀までですね。11世紀まで の石碑で残っているのはわずか18点で記録には残っているけども、まあ、現在残っていないというものがこの7点ですですので現存するものと合わせても25点に過ぎませんそしてこれら数少ない石碑の分布を見ますと都のあった奈良,、えー、奈良の周辺ですね都のあたりに えー、石碑がが集中していいるととうこわかりますで、えー、今日主に見ていくのはこの東国、えー、現在の東京はこ,ここですけれども東京のやや、えー、北にある、まあ、東国ですね関東の、えー、群馬県それから栃木県というところにある、えー、この石碑です。 でこれらの石碑はあ、まあ、非常にですね、白碑の石碑の影響,が影響が強いということが言われています。でこの中で特に、田子碑、金井沢碑、山上碑という3点なんですが、この3点ですね、群馬県にある金井沢碑、田子碑、山上碑。この3点は 公づけ賛否というふうにも呼ばれますが、えー、2017年にユネスコの世界記憶遺産に登録されておりますでこの世界記憶遺産に登録された理由となったのが、まあ、その文化的に重要であるというのはこの3つの日に刻まれた内容が中国を起源とする政治制度漢字文化それからインドを起源とする仏教が ユーラシア東端である日本に伝わったというだけではなくてその日本の中でも遠く離れている東部群馬県神津家の国に多数の渡来人の移動とともに伝来しそれが地元の人々に重要され広まっていったことを示すということが、えー、世界遺産世界極遺産の理由に挙げられております。でつまり これらのようこういった石碑に見られるような文化が渡来人ですね、えー。関半島からの渡来人によって伝えられたからこそユネスコ、えー、世界記憶遺産に登録されたということです。ではなぜこの辺りに渡来、えー、人がいるかといえば660年に百済、えー、が668年に高送りが滅ぶと 王族をはじめとすする多くの人々が日本に移り住んでいきますでその中で、えー、この東国ですね、群馬県の辺りにも積極的に、えー、こう住まわせる政策が取られていきます。例えば716年には、えー、この辺り、関東の辺りにいた、東京周辺にいた、高栗の人々1800人ほどを集めて、えー、武蔵の国というところに駒群、駒郡軍、コ、まあ、高ク高麗と書いて駒郡 が置かれております758年には新羅の人々を僧侶をはじめとする人々をやはり武蔵の国に住まわせて新羅軍というのを置いておりますでこのように東国には数多くの渡来人が住まわされていてその中でこういった石碑文化も伝わったということが言えるかと思いますではどのような点で新羅からの石碑 文化の影響だと言えるかということについて見ていきます。まず一つ目は石碑の形状です。でこれが、えー、群馬県の鴻付賛否の一つ、山の上碑ですで。これが正面から前から見たところ。これが横から見たところです。で、横から見たところですね、これでよくわかるように、えー、何かこう岩を 切っていったというよりは、自然にある石をそのままほとんど使ったような形になっております。神付三比の一つ、金井沢碑ですが、この辺りに文字があります。文字がある部分はある程度平らに整えられておりますが、それ以外の部分、これは横から見たところですが、横から見たところなんかを見ると、あまり手を加えていない。 ほとんど自然の岩をそのまま使ったような石碑ですで。こういった石碑というのは、実は非常に変わった石碑です、えー。石碑はもともと中国で作られ始めますが、基本的には中国で作られた石碑というのは、文字を書く面、文字を刻む面というのは平らに加工する。で、頭部はこの三角形ですね。 三角形に整える慶朱、まあ、それから丸く整えた円朱それから、えー、上に、まあ、装飾のある岩を衣装を置く外朱というふうにさ、えー、まざ、あ、まな形状をとっておりますが山の上碑や金井座碑のような、まあ、普通の岩をそのまま使ったような石碑というのは中国にはほとんど見られないようです、えー、ところが 白木ではこういった岩をそのまま使うというような石碑が数多く残っております。これは石上碑、単位を石上碑です。550年頃に建てられた石碑ですが、表面はある程度整えられておりますが、それ以外はまあ自然の石をそのまま使ったような石碑になっております。 それから少年碑、561年の少年碑ですが、これも白木の少年王の頃に建てられた石碑ですが、表面、それほど整えられておらず、大きな岩をそのまま使ったような石碑になっています。これが578年の宇作く碑と呼ばれる、手具ですね、私のいる 京北大学に保管されている石碑ですがこれも表面が非常に凸凹,凹凸がありますで全体の形状も丸みを帯びたような形状になっておりますそれから591年の南山新城碑これも文字のある面多少は整えられたぐらいで基本的には自然の石をそのまま使ったような形状となっております でこのように、えー、この2点ですね「神津家賛否」日本の群馬県にある山の上碑「金井沢碑」のような、えー、自然の岩をそのまま使ったような石碑というのは6世紀の、うん、こういった新羅の石碑と、まあ、非常に似通っている共通点があると、えー、つ,まつまり新羅から、えー、影響があったということが考えられます。 で次に見ていくのが項付け賛否の一つ田後碑ですで今度は先ほどの、えー、石碑とは異なって、えーまあ、ある程度四角く作られていてでしかも奥行きがあって、まあ、四角柱,状柱状に作られておりますでその上にこういう火災紙二重石ですね傘が載、えー、せられているという形状になっております。 これと似ているのが、えー、那須国造費。えー、群馬の隣の栃木県というところにある那須の国造費も、やはり横から見るとちょっと幅がある、えー、四角柱状の石碑本体に、こういった、えー、傘ですね、傘石が置かれている、乗せられているという形状になっております。で、こういった形状がですね、似たような、えー のが作られているのが、白木の石碑、信仰を遵守碑の一つのマウンレイ碑です。えーまあ、この石碑というのは6世紀半ばに急速に領土を広げていった信仰が直接領土をめぐってこういった政治を行いますよということを宣布するために作った石碑です。マウンレイ碑。まあ こういった火災誌が残っています。高層冷碑はまあかなり欠けておりますが、まあ、基本的には同じ形状であったと思われます。で、マウン冷碑ですね。まあ、発見された時の様子ですが、まあ、こういった火災誌がある。で、こういったまあ奥行きがある。全体的には柱状ですね。え、タゴ碑のような。 夏国造費と同じような形状と言えます。で、新興遵守費にはその他北漢材費もあります。北関材費は、現在この傘、残っておりませんが、まあこういう溝がありますので、もともとはこの上に傘が乗っかっていたと思います。でただ、薄い横から見ると薄い板状の石碑だったということがわかります。で、これのような 計上した石碑ががというものが残っておりますでこれは現在文字が残っておりませんけれどももともとは信仰碑であった可能性というのがよく言われておりますでこれらの石碑は、まあ、火災石がある新羅、えー、の石碑ですね信仰の石碑は火災石があるということは共通しておりますがこの北間山碑 干額産比は板状の薄いものです。一方、このマウンレイ比、高層レイ比は奥行きがある四角柱状ですで。この形状がナス国造比やタゴ比と非常に似通っているとで。大きさも大体同じぐらいですので、おそらくこのマウンレイ比等の影響を受けて、 日本の東北の石碑も作られたのではないかということが推定されます。でただ一つここで、えー、疑問点となるのは、こういった、えー、四角柱上で火災種の傘のある石碑というのは、えー、白木では、まあ、この、えー、新興遵守碑以外ではほとんど作られておりません。で、この高層礼碑等は、 568年に作られておりますのでこの那須極造碑やタゴ碑とは100年以上の年代差がありますで、えー、しかもまあ北漢山碑ソウルの北方のこの北漢山の山の上にありますが、えー、山のてっぺんにありますのでなかなかこう普段目にするっていうような石碑ではありません、えー、ですので後羅木の人がこの石碑がどういう まあ形だっていうのは、まああまり当時の人もそう分かっていなかったのではないかというような疑問があります。でもう一つは、このマウンレヒ高層レヒですね、は非常に、まあ、北方にあります。北の方にあります。で、この辺りは、その後すぐに再び高栗の領土になったと考えられますし、統一白木の時代には、 この高層霊碑とがあったあたりは、墓海の領土になっておりますので、このマウン霊ヒ高層霊碑を実際に見た人がえ東国にやってきたのかどうかというのはまやや疑問があります。具体的にどういう影響関係によって似た石碑が作られたのかというのはちょっと疑問点が残るところではあります <laughs>。あるいは、高句麗の人々がこの石碑を見て、 伝ええたといいう可能性も考えられないわけではありませんいずれにせよ日本の東国で見つかっている古代の石碑というのは信羅の石碑信羅の石碑と非常に共通点がある似通っているでおそらく信羅からやってきた人々の影響を受けて石碑を作ったんだということが考えられます。 次にえ、石碑の、ね、内容を見ていきたいと思います。ナ、え、ス、ー、の国造碑ですけれども、えー、この石碑,碑は内容的には、ナ、え、ス、ー、の値井手という人物に関する内容が書かれております。でこの人物が、氷徳という官職をもらった年代が、永正元年と、えー、書かれております。えー、亡くなった、えー、年代が、えー 江東で甲子年というふうふに書かれておりますでこの点非常に、えー、不可解なことであって永生元年の永生というのは唐の年号です。で一方では唐の年号を使っているのに唐四、まあ、年700年については柄戸、えー、を使っているという、まあ、非常に、えーまあ、不思議な書き方がなされております。 でなぜ日本で作られた石碑にもかかわらず、唐の年号が使われているのか、また700年については年号が使われていないのかという点が疑問に思われます。で、えっ、ー、と、実はその669年から701年までの間は、日本と唐の,の間では外交関係がありません。日本からの遣唐使、唐、えー、に使わされた使いというのは、 30年以上も派遣されていなかった。ですので、この石碑がもし701年以降に作られたものであれば、700年の年代も、えとではなくて、唐の年号で書くことができたはずです。そうなりますと、おそらく、この碑文の作者というのは、永昇元年という唐の年号が分かっているわけですから、689年から、 唐と、まあの間で、えー、交通の外交のない700年の間に日本にやってきた人物であるということが推定されます。でそれで、えー、日本書紀ですね、えー、古代日本についての記録である日本書紀を見るとちょうどこの689年に、えー、白木人ですねやってきた人々をこの下野国、えー、まさにこの、えー、那須の国造碑がある えー、ところに住まわせたという記録が残っていますでその翌年690年にも新羅の左紋、えー、僧侶あるいは旧参、えー、ですねこれは官位である旧参を持っている人々など50人が日本にやってきたでこの人々を、えー、同年8月にやはりこの下助の国に、えー、住,まわされ住まわせたという記録が残っております でまさにこれらの人々がおそらく、ナ、え、ス、ー、の国造碑に唐の年号を書いた人々であった可能性が高い。えー、つまり、えー、石碑を書いたのは、こういった、えー、白碑からやってきた人々であるという可能性が強いと考えられます。でまた、えー、先ほど見たこの多語碑ですけれども、この多語碑、冒頭部分が弁官府という、えー、風に始まっております。 弁官という官職から出された文書の名前ですけれどもこういう形式で書かれていてこれ内容はですねあの軍を治める軍事という官職に任命されたという内容なんですがもともとのこう文書紙のおそ,らくおそらく紙の文書があってそれを に、えー、に刻んだだものだといいう,ふうに考えられていますでつまりその任命書を石碑に刻むということで、えー、任命された人が自分のこう正当性を強調する、まあ、こういった、えー、目的があって石碑に刻んだというふうに考えられていますでこういったまあ紙の文書、まあ、命令広く言えば、えー、王様の命令などを、えー、石碑に刻むという 伝統そのものが、お、ま、そ、あ、らく、えー、朝鮮半島の影響だというふうに言われております。で例えば、公会堂碑ですね。えー、これは公会堂のうん、まあ、命令を伝える石碑でもあるわけです。公会堂をはじめとするその王の横領ですね。王の墓を守るために、えー、このような 命令を下されたというな、公開動がそういう命令を下されたということがえ、石碑に刻まれておりますので、王様の命令を刻んだというものでもあるわけです。で、えー、まあ、もっとわかりやすいのは、この下着の中条理費、あるいは法兵費などは、まさに今日、えー、ですね、王様の命令である今日というのを石碑に刻んだものであります。王様の命令を刻む。 王様はまあ判決を刻むというような伝統が朝鮮半島にあって,半島にあってでそれがこの日本の他語碑にもあ伝わっているということが言えるかと思いますまたこの金井沢碑には石氷建立した目的としてですね七聖父母という言葉が見えます七聖父母現在父母と いう表現が見られますでこの七聖父母という表現は、えー、もちろん源流は中国にありますけれどもこの表現そのものが直接百済がありますそれはクダラが滅亡した後に、えー、まあいろんな仏像がいくつか作られていますがそこにこの七聖父母という表現が見られるからです。 一つはこの「経勇年阿弥陀仏三尊石像」ですがこの部分に「まあ、七世父母」というふうに書かれております。でこれもやはり同じ「慶勇年」673年に作られ,作られた「阿弥陀三尊戦仏秘蔵」ですがこの部分に「七世父母」という言葉が見られます。 これはやや、えー、遅れて689年に作られた阿弥陀如来諸仏菩薩石像ですが、えー、ここにもやはり、えー、七世父母というものが見られます。で、これらの石仏像が作られたのは、えー、統一しらに入った時代ではありますけれども、えー、これはまあもともとくだらの人々ですね。まあ、滅んでしまった後、もともとのくだらの人々,人々によって、 ものです、えー、これらの仏像が見つかったのは、まあ、この辺りですね、えー、都があった富、えー、与それから甲州の、えー、北東の辺りから発見されておりますが百済の人々が、えー、こういった石像を作っているとで中には百済の簡易をそのまま使っている人もおりますのでおそらくこの百済が滅んでしまった後に 統一信木の中に組み込まれていくけれどもこれまでの結びつきを再確認するためにこのような石仏を作ったんだというふうに考えられます。でその中でこの百済の人々は七聖父母という表現を使っております。でその七聖父母という表現が金井沢妃日本の群馬県の金井沢妃にも見られるということはこういった百済移民 くだらの文化を受けた影響が高いというふうに考えられます。くだらからの影響を受けて、七世父母という言葉が使われたということです。で、最後に、石碑に見られる文体について見ていきたいと思います。で山の上火を見ますと、この部分ですけれども、この部分。 「佐野の三宅を定めたまえる竹森、えー、の御事」あるいは調理の僧が「母のために記し定める文なり」というふうに書かれておりますがこれは本来の漢文そのままの文章ではなくて日本語の文章の、えー、語順に漢字を並べた、えー、そういう文章になっています。 本来の漢文ではなくて日本語の文章で、えー、漢字を並べていると。でこういったですね、えー、日本語の順番に漢字を並べるというもの自体は8世紀同じ年代の木簡にもよく見られるものです。えーまあ、代表的なのが平城京の長屋桶木簡なんかにも、えー、漢字の並びの順番というのが日本語の影響が非常に強い。えー ですね。だからこの、えー、まあ、滋賀県の、えー、森の字木観というものもやはりえっ、ー、と日本語のも、えー、順番に漢字が並べられているという特徴があります。えー、ですので山の上碑の文章がその日本語の順番に漢字が並べられているからといって、えー、まあ白銀の影響かどうかというのは簡単には言いません。 でただこのような日本語の語順に漢字を並べるという文体はえおそらく白木からの影響によって作られたものであるというふうに思いますえそれはまさにこの新羅、うん、の人身性奇跡と同じ文体だからですえ今より3年以降中道出自し過失なきことを誓う もしこのことを失わば天の大罪を得んことを誓うというふうに、えー、言葉ですね、まあ、この場合は日本語ではなくて、えー、しなぎですけどもの言葉をの順番にそのまま漢字を並べて文章を作っているというものです。で今日見てきたように漢字文化というのは下半島から大きな影響を受けていたということが分かりますし で6世紀の石碑あるいは木簡にもこういったですね、えー、言葉の漢文ではなくて、えー、言葉の順番そのままに漢字を並べていくといった文章というのがよく使われておりますので、でこういった漢字を使った言葉の表現、まあ、漢字を使って日本語を表現するっていうことにも、えー、関半島からの、まあ、白木からの大きな影響があったと。 考え山の上碑の日本語の語順に文章を作っている並べているというものはおそらく信羅からのこういった文化的な影響というのが非常に強かったということが言えます。で以上のように古代東国の石碑には古代の朝鮮半島特に信羅との共通する特徴というのが数多く見られます。 その背景には、えー、この地域に多くの渡来人が移り住んでいたということが考えられます。えーまあ、このようにですね、多くの人々の移動、交流によって、古代日本と韓国では文化的な影響関係というのが、まあ、非常に強くあったのだというふうに思います。えーまあ、新木と古代日本というのは、まあ、その後8世紀以降、 非常にこう対立するような関係になっていきますけれども、まあ、その中でもその文化的な影響関係というのが非常に明確に見られるというのは人々の移動人々の交流があったから共通する文化があったんだということが言えるのではないかと思いますでやはり古代の日本あるいは古代の韓国のことを理解するためには、えーまあ お互いのことですね、日本のこと、あるいは韓国のことだけではなくて、日本と韓国のことを両方こう知るということが、より深く理解するために重要なのだというふうに考えますで。以上で本日の講演を終わります。ありがとうございました。